ピレニアンマスティフは、スペインのピレネー山脈原産のマスティフ犬種の一つで、あり、森地区犬種に属する。別名は、マスティンデルピリネオ・アラゴンマスティフなど。名前はよく似ているが、日本でも知名度の高いグレーと、ピルニーズとは別の犬種である。紀元前千年頃、フェニキア人が、交易を通じて、チベットよりもたらされたチベタンマスティフを、イベリア半島へ送ったことが、 本種の歴史の始まりとされている。このチベタンマスティフが現在のスペインのフランスとの国境をなすピレネー山脈に送られ羊飼いによって地元の犬と交配させられ作出されたと言われている。同じくスペイン産出のスパニッシュマスティフとはルーツとなった犬も同じくチベタンマスティフであると言われているが別種であるという説もある。スパニッシュマスティフは 気温の高い平地に適応するために、コートが薄く短くなっていったが、ピレニアンマスティフは、気温の低い産地への適応のため、厚く長い毛を継承した。スパニッシーマスティフよりも外観が類似するグレート、ピレニーズの原産地は、フランス側のピレネー山脈であり、外見のみならず、役割の点でも類似しているが、ルーツなど多くの点で異なっている。 当該種は元来、主に羊を熊や狼から守るための森地区圏としてのほか、羊を季節ごとに別の放牧地へ移動させることの補助にも用いられた。しかし1940年代になると、ピレネー山脈の狼が絶滅。これと時期を同じくして放牧の縮小が行われ、用途がほぼ失われる。第二次世界大戦後は、ついに絶滅の危機に陥ったが、 1970年代、原産国スペインにて数人の有志による保存会が立ち上げられ、徐々に頭数を回復、絶滅を回避した。1982年には、フシーに公認犬種として登録され、その後スペイン国外でも飼育が行われるようになる。現在は主にペットや、時には小毒グとしても飼育されている。実用犬としての頭数は多くはなくなってしまったが、 原産国スペインなどではまだ見ることができる。欧州諸国、ロシア、米国、カナダ、メキシコ、日本、オーストラリアなどで飼育、繁殖されているが、絶対数は未だ少なく、大変希少な犬種であることに変わりはない。日本における歴史、現状2001年、香川県の繁殖家がオスイトを輸入し、翌二千二年、その個体が国内登録第一号犬となる。 続いて同所へ輸入された2姉妹との間にて、翌2003年、国内初の子犬が誕生、登録される。同年、その県者は、蒸気スペイン保存会の日本支部として承認。続いて輸入された個体などを、後輩相手に、国産3世代目までの子犬たちが作出されている。後輩から繁殖までを一貫して手掛けているのは、アジア圏内でも、この日本支部だけであり、 近年では2014年に繁殖コイの登録がされている。外見のよく似るグレーとピレニーズとの大きな違いは、こちらの方が頭部が大きくがっしりしていて、毛色は白一色ではなく、必ず有色のブチが入っていることである。ピレニーズにもブチを持つものもあるが、本種のように明瞭で大きいものではない。筋骨隆々でがっしりとした骨太の体格をしている個体もいる。 マズルはセントバーナードほど太く短くはなく、鼻高がなだらかに伸び繊細な顔立ちであるものが評価される。頭部の大きさは主にメスとオストで個体差が生じる。顔つきはネーモーではなく優しい印象を与える。行動の面でも大抵はネーモーさはないがガードドッグという本来の役割における自覚は継承されている場合が多い。胸は広めで。 足も超大型犬種らしく太い。耳は垂れ耳、おはふさふさした垂れを。コートは密度のあるロングコートで防寒性がとても高い。毛色はピュアホワイトを血として有色のマスクとともに体にグレー、ブラック、ブリンドル、ブラウン、黄金色、砂色などのマスクと同色のいずれかがブチとして入っている。地色がピュアホワイトではない個体は うちとの境界が曖昧である場合が多く、スパニッシュマスティフなどとの根血が疑われる。体高71から80センチメートル以上、体重55から75キログラムの超大型犬で、性格は優しくて、従順、温厚であり、主人やその家族に対し忠実である。子供や子犬に対しても優しく接することができる。 性格は温厚で優しいが、家族に危機が迫った時には勇敢に立ち向かう。また、家族に甘えるのが好きである。普段は、おとなしく、むやみに意味もなく、他者を傷つけることはしない。かかりやすい病気は、大型犬にありがちな股関節形成不全や関節疾患などがあるが、体重の過剰化や過度な運動などによる、後天的な要因で発生、または悪化する場合も多く、 飼育には基本的な注意が必要である。肥満は心臓疾患や腫瘍、過度な運動は足、腰への負担のみならず、異念点にもつながりやすい。世界的にまだ濃密な血縁であることが起因する、脳転換の発生率も克服途上の数字である。また、原産国と違い、多質な日本では、やはりマスティフ系にありがちな、 夏の熱中症にも十分注意を払う必要がある。ありがとうございます。